俺さ、剣が入ってきて、もちろん練習の球カン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 打つじゃん、はい、でファームだったじゃん、はい、で通常俺の今でも持ってる中の剣は例外で、何っていうと、はい、例えばあの俺が二軍監督の時さ、ベイスターズの桑原、今も今年ちょっと調子いいじゃん、はいはいはい、あいつまっすぐで強スでまっすぐつけた変化球がすっとほどこいだったけど、うん、そういう子は絶対チャンスがあるっていう、早い球打てなきゃ、うん、プロじゃ通じない。そうですね、まずはね、はい、で村上もそうだった、はい、3年ぐらい前デビューした頃に早い球は打てないっていう、剣に似てんなと思ってたの、うん、思ってたんだけど、剣もカーブとか打たせたら天才的だったけど、うん、早い球が打てなかったっけ、うん、それ自分で感じてなかった？感じますよ、早い球ファール、はい、まあプロなんでそればっかり来るじゃないですか、うん、パリーグは、うん、特にです、うん、でもそれを打つためにはどうしたらいいかっていうのはやっぱ自分で考えなきゃいけないし。そうだな、はい、どうしたのそれで打つようになったじゃん突然。もうやっぱりポイントを前にするしかないですよね、うん、で結局は差し込まれるからそういうことだな、前に飛ばないわけなんで、うん、まあそのポイントをいかに前に打つっていうのはもう自分の感覚で練習するしかないですよね、うん、まあ、練習方法を言ったらいっぱいあるとは思うんですけど、うん、まあ、ポイントもする練習ばっかりしてたりとかしてましたよね、うん、はい、守備も剣は取ったら安心だったじゃん、はい、それやっぱり小学校の時のピッチングじゃないの、まあ、それはあると思いますね実際に、はい、だからやっぱり僕思うんですけど、やっぱりコントロールっていうのはそういうもんですよね、うん、やっぱり小さい時からの感覚で投げ方もちゃんと襲われてたんじゃない、はい、ただホームはどこもだって肘から痛めたことないでしょ。そうですね、あんな綺麗だったら、はい、たださ取ることに関してはどうなのって言われると不安はあった、まあこうこの手の広がる範囲までは大丈夫だった、はい、あの、はい、俺よく覚えてるんだけど、君の場合は普通エラーしたら、うん、あーやっちゃったって、うん、すいませんみたいだけど、うん、君は常にこうグラブを見合ってあれ、まあ、なんかのせいにしたかったんですよねあれはね、実はもうみんなで笑ってたんですよ、実はもう減らしたらグラブを見るなって、ピッチャーが打たれてキャッチャー見る人がいるわけ、あれって感じかな、いましたよねそういう人ね、いました、早急でもそこに投げる人いるじゃないですか。だな、ね、プスってな。その人はどうしたかって言ったら土を鳴らしに行きましたからね。一緒ですよね。土を鳴らしに行きましたからね。そういう人いましたよね。ケンがプロでさ、はい、やれると思ったのはそのぐらいじゃ、門限破ったその年ぐらい。そうですね。上でやれるなって。はい、だってファームじゃさ、俺たち向かうところできなかったじゃん。だからファームの感覚と一軍って。本当違うと思うんですよ、まあ、ピッチャーもそうですし、まあ、雰囲気ももちろん違うし、うん、なんでやっぱりファームで結果出すのも大事ですけど、うん、でもやっぱり一軍で結果出さないと意味がないじゃないですか、プロ野球選手っていうのは給料取って上がんねえしな、まあ、正直な話ですね。なんでやっぱり一軍で自分の生きる道っていうんですかね、うん、そういうのをやっぱり早く見つけた人がやっぱり生き残れるんじゃないかなと思いますよね、うん、なるほど。だから僕の見解です悪いんですけど、うん、自分は守備は下手ですよ、でもじゃあバッティングでカバーすればいいじゃんっていう感じ、いい開き直りな、うん、でも守備もしますよ、やってたもんな、やりますよ、でも打てばいいじゃんっていう、エラーしても打てばいいじゃんっていうのはあるんですよね、うん、だからヤクルトの時も自分のエラーで巨人戦で負けた試合があったんですね、うん、で移籍した年に、うん、で、まあ、監督さんからもヘッド当時渡辺進さんですけど電話があって、うん、もう今日のことはもう済んだことだから電話くれんの、まあ、くれたんですよ、で明日もう試合あるから明日頑張ってくれって言われたんで、あの、まあ、次の日も巨人戦だったんですけど、うん、でそこで、まあ、取り返したっていうかね、うん、はい、5打数5安打ぐらい打ってですね、うん、たださ、ライオンズってそういう優しさはない厳しい球団だったよな、はいはい、エラーしたやつは重罪人で、はいはい、まあ、一軍行って結果出さなきゃ先輩らも挨拶をしてくれないような、うん、そうですね、だからエラーしたら即即ファームみたいな、うん、だからもう本当に僕らこうファームとかデブさんもそうですけど、もう一軍ってもう決まってたじゃないですか、メンバーが入りようないもんな、それ以外のこのしのぎっていうのは半端ないじゃないですか、だって僕らのポジションは空いてないんですもん、石毛さんがパッチリいてな、でキャッチャーも伊藤さんがいて、伊藤さんいて、ファースト清原いて、でまあレフトが唯一、まあまあ阿部さん、富樫さんとかがピッチャーによって吉武さん行ったり行ったり感じだったじゃないですか、じゃあ代打って言われても、まあ、森団吉さんいたしな、いたし駒さんだって白さんいて、いたいた、でパリーグだから DH だからデストラーデさん、D、ゴーホームだよな
もう何代打のね、うん、セリーグと違ってピッチャーで変わるわけじゃないから、うん、そういうのがあったりして、だからもうそういう生きる術だから何でも平均点が僕はダメだと思うんですよね、うん、打つのも守るのも走るのも普通っていうのが多分使う方は使い勝手が悪いと思うんですよ、ね、だったら守備だったら守備がもうスペシャルだから7回から返せばいいだけだもんな、ね、守備に打てなくても、うん、で使いようがあるじゃないですか、うん、走るダイソーね、うん、打つだけだ代打で いいと思うんですけどね。そうだね。だからあまり今の選手なんか見てると長所をせっかくいい長所があるのに短所を伸ばそうとして長所を殺しちゃう選手ってたくさんいるんですよね、うん、僕らの時もいっぱいいました。いたな、うん、もったいないなっていう、うん、だから趣味だけやっときゃいいじゃねえかよみたいな、うん、だからまあそうわけにはいかないんですけど、でもやっぱり長所は伸ばしつつこっちも補っていく、それを補うだけのものがないと、うん、ダメなんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね。それはあるな、はい、あれケンはそのライオンズからヤクルトは何で行ったの？金銭ですね、はい、金銭、はい、まあ、これもまだ話したらもまあいろいろなんですけど触り言ってみるな。え、金銭？金銭です、はい、なんかやらかしたのお前。やらかしたっていうか、まあちょっとこう伸び伸びトークしちゃったわけ。伸び伸びっていうか、またその空気をまだ、まあ嗅覚がない頃か。いやいやいや、ありますよ、ね、もう2002年なんで、もう33ぐらいになってますから。え、お前金銭だったの？そうです、はい。え、ちょっと何言っていい範囲でよ、言ってダメなら勝手にするから。言っていい範囲、うん、まあまあ、まあそれ興味あるな、それ、うん、かまあ監督とそういう誰監督がでもお前もやっぱりその時はもうチーム背負ってたし、うん、そうですね。そんで、まあ、開幕戦の時前に、うんうん、まあ、言われたんです、ことが、うんうん、まあ、当時カブレラがファーストで4番でいたんですね、うんうん、でカブレラはチームのサインを覚えられないから今年は DH にする、うん、まあ、バント守備とかいろいろ細かいを重んじる球団じゃないですか、うん、確かに。チームプレーをね。で、その覚えられないって、キャンプの時からいくらやっても覚えられないから、覚えられなかったんですよ。まあでも一塁はな、うん、キーマンになること多いからな。多いじゃないですか。うん、なんで、まあじゃあファーストは今年は県で行くって言われて、うん、で、カブレラも DH ですよ。うん、で、分かりました。で、開幕戦に僕ファースト、3番ファーストで出たんですね。うん、で、その日ももちろん、もちろんじゃないですけど、まあ結果が出たんですね。うん、2本ぐらいヒットってですかね、うん。開幕戦ですよ。うん、で、勝って次の日にピッチャーが左っていう、うん、時に当時広橋さんがバッティングコーチだったんですかね、うん、で広橋さんに呼ばれて、で今日はあの DH じゃなくてあのファーストカブレラで行くから、うん、あそうですかって DH だと思うじゃないですか、うん、開幕2戦目で前の日打ってるわけです、うんうん、したらあ分かりましたって言ったら、あの DH ですねって言ったら DH は犬伏で行く、はい、当時、まあ、犬伏がブレイクした年なんだけど、左用でさ、ほんで、はっつったの、うん、なんですかってなるわな、はい、まあ、広橋さんには言えるよ、なんでですか、なんでですかって広橋さんで、いや監督が、あ、そうですか、でもちょっとこうふてくされちゃうじゃないですか、非常に心は折れるよ、折れますよね、まあ、それがその門限見つかったぐらいの 年齢だったら心でな、うん、処理するしかないけど、はい、ないけど、まあ、前の日もって開幕だってさ今年やるぞっていう雰囲気の中、それオープン戦もその雰囲気でお前がレギュラーで行ってるわけですよ、ずっと出てるわけですよ、もちろんずっとファーストで出て、左が来ようが右が来ようがやってるわけじゃん、はい、でまあそれでいい、じゃあいいで、犬伏がまあ打ったんですよね、犬伏はすげえなって打ってた、そして、まあ、また今度右なったら今日また控えだっていうわけ、右なのに、右なのに犬伏使うとか、で他のやつ使うっていうわけ、うん、でもそういうのがだんだんこう日を追うごとに試合になることになってくるわけです、うん、そしたらだんだん自分も試合出れなくなるし、うん、もうイライラもするし、そりゃそうだわ、そしたらやっぱりこう練習にも影響したり試合にも影響するわけですよね、平常心できないですからね、出ちゃうわな、気持ちよくやりたいじゃないですか、もともと出るタイプだからな、はい、お前も俺もな、はい、顔も似てんじゃん俺たち、はい、だからもう気持ちよくやりたいじゃないですか、やりたいやりたい、で説明もないんでしょ、ないんですよ、それであれですよ、もうそんな感じでもう何夏前ぐらいに、お前すごい悪い顔出したよお前、はい、夏夏ですか、ね、オールスター前ぐらいに、オールスター前ぐらいに2軍に落とされて、でしかも監督室に呼ばれて、うん、